皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活です。はい。こちら。この辺汚くない？大丈夫？こちら届いたので開封したいと思います。検証の方はですね、まあ、ぼちぼち頑張っております。なんか最近あんまりこまめに買い物に行ってないので、なんかね、店に行って、検証を見つけるといろいろなんか戦略も立てず買って、で応募はあんまりなんか気乗りしなくてすぐに応募しないから、なんか期限が過ぎたりとかですね、そんなことがあります。じゃーん、こちらはなんだ、これはまたこんなのがゴミが、あ、このゴミでもなんか使うときは使うんだよね。津村の薬、これ安いのかどうかわかんないんだけど、どうなんだろう。なんかあの日本調剤の1,500円均一、なんか前なんか6月末の株主優待をお釈迦ポンにしてしまったので、今回はこまめに使ってます。はい、こまめに。いやー、だそれもさ、なんか1500円だけじゃなくて、1500円のが何枚だっけな、5万円おしゃかぽになったのかな。結構ショックでした。これものすごいなんか薬の匂いがする。なんかなんだろう、なんかあの厚木健康ランドの匂いというか、なんだろう、なんか草津の湯みたいな、そんな匂いです。こう相当いいのかなこれ。ちょっと、あともう一つ、この、これなんかもう、やるべきことが多すぎて、お疲れ気味です、私。こちらは、こう買った後にさ、なんか、半額クーポンみたいなやつを見つけて、ちょっとムカついたんだよね。じゃんじゃん。私はあのシャンプーマニアなので、シャンプーオタクというかシャンプーマニアなのでですね、いろんなシャンプー、これは日本調剤の NC、 日本調剤ですね、多分 NC で、日本調剤スカルプシャンプー、はい、これね、今ねクーポン番号入力すると半額で買えるんですよ。じゃあこれは株主優待で買っちまったんですけどね、もうなんかちょっとなんかいろいろしくじったり、まあでもあのお釈迦ポンにするよりちょっとマシかなと思って、とりあえず2個、はい、このその辺に、でもまだ日本調剤でもらってきた、なんだろう、あの時気を良くして、日本調剤で気を良くしてる場合じゃないんだよ。これこれ低糖質ミックスナッツハニースイート、これはねいいね、うん、こういうの、これはなんかで、ね、ちょこちょこ使ってる、あのこの拭くやつ、これその辺に置いとくと、ちょっと、あ、でもな、これはあれかな、あのカバンの中に入れといた方がいいかな、いざという時のために、いざと言わない時に家でやるやつは、なんかあのでかいやつもその辺にあると思う、ね、探す時にはないっていう、謎。これだ、これ今使ってるの、これ
これアルコールタイプなんで、これはね、うずらとかに使えないんですね。あとこれは何、飴。おティッシュ。ティッシュは、まずちょっと取っとかないと。これが、大人のケアミルク。日本調剤。2粒で牛乳1本分のカルシウム。出しとかないとさ、入れといたままだと全然何もできねえって。あとはなんか、ご紹介するもの。あ、これなんか箱がちょっとこきたなくなっちゃったんだけど。もらってきて。賞味期限大丈夫かな？すごいね、ずっしり重いね、これ。菓子詰め合わせ。トランクホテルの菓子詰め。これ結構ぎっちり重いです。中開けろって。いや、開けたくないな、今。開けないのって。開けないの。開けるとさ、もう、そこから賞味期限のカウントダウンが入っちゃうと思うんで、サブレ、アマンド、何これ。なんか、あれ、ね、中身がわかんないかな。加湿目合わせ、ちょっと調べてみる。で、相当今眠いです。よし、これだ、すぐ出てきた、これだ。え、ちょっと待って、缶がね、これだ、これこれこれです。これ、一体あなた今何時にやってるんですかって。え、ちょっと待って、え、何これ、この缶いくらすんの？表示。バレンタイン限定のアイテム。で、だから、いいか、多分、じゃあこれなんでしょうよ。オンラインストアで。オンラインストアで、売ってんのこれ。商品一覧。売ってねえじゃんかよ。トランクホテルの、この、なんていうのかな、この辺、なんか、これ意外とかっこいいんだよ。このロゴとかかっこいいでしょ。マグカップね、この間、いただいてですね、ほんと、これ。うん、あ、こいつだ、こいつ。え、ちょっと待って、これでしょ？これ？え？勝手になんかツンツン行くんだ、これ。これ？これ？開けてみろよ！なんかぎっちり重いんだよ。2800円もするの、これ。高くない？これ。この缶じゃ価値あんのかな？この缶。缶。本当に重いのかどうかって。あとね、このマグカップを、これなんかグラスとマグカップセットって、結構これホテルのノベリティってわけじゃないんだけど、なんか意外とかっこいいなと思って、マグカップ。これ、この、これなかなかかっこいいなと思って。でもホテルって書いてあるから、なんかさ、モテるから持ってきたんじゃないのって思われるのが嫌なんだけど。で、もう今は、こういう。今これなんだけど、なんかさ、
なくしちゃったんだけど、家の中でなくすってどういうことみたいな。ちょっと、ムカついてんだよ。うん。これの、日本三層のやつ、ちょっと、大きいやつ、なんか、なくしちゃってさ、あれ結構1年ぐらい愛用してて、マルエツのワクワクキャンペーンのやつ。朝日、テレビ朝日のワクワクキャンペーンのやつ。うん。で、あとはなんか日本調査オンラインストア。私は意外とドラッグストアが好き。ただね、もう、何も欲しいものがないね。うん。今特にどっかが悪いわけではないので、ダカンとか、もう見られないな。シジミスープとかも食べたくないしな。いやなんか、このメールマガジンでですね、メールマガで、これが 50% オフのクーポンっていうのが来てまして、なんかその 50% オフのやつは、このシャンプーとか、あとは、なんか、お風呂の重曹みたいなやつ。これすごいと思うね、このワンコインズ、ファイブコインズ、ワンコインじゃないんだ、言い方。てか、なんか、550円で、500円シリーズで、この中の水虫とか、この、乾燥のパッケージで、550円で、なんか、薬が入ってるみたいな。なんか、すげえなぁと思って。今度、なんか、どっかが悪い時があったら、それを買ってみようかなと思うんだけど。なんか、調子悪い時は、医者に行くんでね、今何が調子悪いかというと、ですね、マルエツの GoTo レストランキャンペーンで当たったもんじゃ焼きの、チケットを使ってもんじゃ焼きを食べに行ったんですけど、私は犬なんで、犬派なんで猫舌とかじゃないから、熱いのガーって口の中やけどしてんだよね。それが調子悪いんだよ、これ。来ないやん。聞くのかな、来ないとちょっと違うような気がするんだけど。最近こういうなんか、ゲル流行ってるよね。なんか、アクアコラーゲン。あ、これドクターシーラボか。ドクターシーラボの前に、なんかゲル出なかった。あれすごいなんかさ、フェアトレードの水野さんっていう方がいるんですけど、あの方が、前は並行輸入かなんかで、すごいそれが儲かってたのに、ドクターシーラボが出てから、むっちゃその、商売が成り立たなくなったとかって言ってた。だからドクターシーラボ嫌いって言ってた。そうなんだ、みたいな。で、これも、それ、まあ、もんじゃ焼きを食べに行ったんですけど、大栄月島店っていうのがあるんですよ。うん。で、大栄でね。で、お茶買いたくなって、お茶だけ買うのもあれだなと思って、今、検証が、ございましてね。はい。こちら、買ってまいりましたよ。この間自分の家の近くでは、ハウスの、こちらの、ブイヨンペーストを買ったんだけど、私が、私はね、これの、まあ、基本的にはあんま辛いのが好きじゃないので、中辛。でも、よく買ってたのはブルーのパッケージだったような気がするんだけど、なんか、気のせいなのかな？最近ちょっと記憶が薄くなってるのが悲しいでございます。ハウスざっかり。むちゃ高かったんだよ、これ。でも、月島から荷物を持って帰りたくなくて、なんか、1000円以上なんですよ。カレーハウスの商品含む1000円以上で、かつアイスが200円、あ、2個とか3個とかなんかそういう検証があって、もんじゃ焼き食べて、口の中が熱いじゃん。で、外も熱いじゃん。アイス買えばいいじゃんって思ったんだけど、アイスね、3個で1000円みたいな感じ。で、もう暑いからさ、クーリッシュだったらいけるでしょ、みたいな感じで、2個ずつクーリッシュ買ったの。私は検証に絡めたいので、アイスの検証に絡めたいので、クーリッシュの、すぐ出てくる。
出てくる。うん。クーリッシュの、出てきた？出てきた。クーリッシュのこれ？これに、いつものクーリッシュの定番のやつにするんだけど、うちのチビスケのバカは、あいつはね、今ちょっと、マジムカついてるから、ちょっとバカって言ってますけどね。あいつは、これのメロンとか、なんかこれのメロンとか、あと何買ってたかな？桃みたいなやつ。桃とかメロンとかだと、エコース応募できないじゃんかって思いながらも、まあ、いいか、みたいな感じで、とりあえず、まあ、好きなの選ばせやか、みたいな感じですね。優しいな、私。もうなんか、眠いのがさ、峠が越えて、やべえ、もう。この、几帳面なんだよ、私は。まあ、真面目なタイプなんで、動画が、今日の分の動画がないと、ちょっと不安。あとですね、コメントで、私の何年か前の動画で、うなぎの検証で当てようみたいな。確かあの時に当てたのは、米の検証だったと思うんですね。お米の検証で、お米を買って、なんか書いて、で、うなぎが当たったみたいなやつ。一匹、一尾っていうのかな？当たったんだけど、最近なんかうなぎが高すぎて、検証とかでも、なんでみんなうなぎ好きなのって言うくらい、なんか何でもうなぎは争奪戦になるんだよ。応募の、すごいなんか、結構な人気の商品になるんですけど、まあね、買いは楽なのは楽なんです。で、私がおすすめするのが、第五のうなぎ。でも、検証で当てろっていうのもね、いいんですよ。で、ちなみに私は検証で当てた、カタログギフトでうなぎを選択して、今、ウェイトしてますからね。土曜のうなぎの日。第5、うなぎ、工房。第5、うなぎ工房。これはですね、第5、うなぎ工房は、どこから知ったのかというと、私が大好きな千葉雄大が、今千葉雄大いないの？いないの？千葉雄大。あれ？このおじさんじゃなくてさ、千葉雄大だよ。私の千葉雄大。千葉雄大の、なんか、くれたんだよ。あー、これ。これ、この富士山のマーク。はい。これだね、やっぱ静岡県民はやっぱこの富士山リスペクトしてるからさ。大悟。YouTube なんかあるんだ。それどうなの？ありますね。大悟、うなぎ工房、うなぎチャンネル。1年前、2087。マジですか？みんな YouTube やるんだよ。みんな YouTube やるんだけど、再生数が少なすぎて、泣いちゃうんだよね。例えばこう、こじゃっとさ、ほら、2ヶ月前とか、なんか、どんな動画なのかわかんないけど、130とか、竹の子を、これ、誰？大悟のうなぎの人なのかな？ 259 とか。あー、これは私よりも、ワンコインの私よりも、あ、冷凍うなぎの温め方。こういうなんかちょっといいのありますよ。冷凍うなぎの温め方とか。これはね、ちょっとやる気。ほら。6年前、千葉雄大。ほら、この時に、私は大悟のうなぎを知ったんです。千葉雄大。これ見て大丈夫？ CM？ あ、ちょっと待って。CM の前に CM？ こんな短いやつに CM？ これ。千葉雄大がね、うなぎ食ってて。ほら。これで終わり？はかな？うなぎの本場、静岡の最高の香り、最高の艶、最高の味わい。これ。ここで最高金賞の美味しさを、大悟のうなぎ、あの人に最高を。はい。
これにね、買ったら、うな、あの、あれを、うちはもらえるっていうのね。これです。あれから6年経ってんのか。早いなぁ。早いなぁ、時が経つのが。そして、第5のうなぎはですね、長いのも、なかなかいいんだけど、なんか最近は真空パックとか、冷凍とかで、むちゃくちゃなんか長持ちするんで、スバラなんでございますよ。で、まあ、静岡のね、うなぎ、私は神奈川県なんで、まあ、静岡のうなぎって言ったら、まあ、OK なわけですよ。名古屋のやつは、なんか、どこのうなぎを、こう、ぶつ切りにするのか、ひつまぶちみたいな感じにするのか、ちょっとわかんないでございますが、あっちから先、関西の方は、白焼きとか、なんか、焼き方とか、開き方とかは違ってくるんで、全然あっちの、西の方の方の焼き方とか、開き方とか全然違うんで、ちょっと違うんですね。関西の方のうなぎと。で、こっちの方だとすると、やっぱり、関東民としては静岡のうなぎが一番合うんじゃないかなと。でも、この間鹿児島のうなぎ、九州のうなぎは、なんで、あれかな、我々に寄り添ったうなぎになったのか、よくわかりませんが、寄り添ったうなぎでしたよ。うん。我々に寄り添ったうなぎでした。で、これ、台所っていうね、こういった大英で出てる、また、ただね、月島店には、検証のハガキとか全然なかった。うん。まだ私が行く、ところの方がまだあった。検証がね。うん。これはもう今日終わり ?7 月19日までだから次の新しいのまで出ますね、これね。うん。これも捨て。で、ベルクのとか。あとね、東急は6なのがなかったんですけど、検証で、はがきが。オール森永フェアっていうのをやってまして、ちょっと私、インゼリ買いました。他になんか、もしこれで森永乳業も OK みたいだったら、ちょっとまだアイス買ってもいいかなと。でもね、アイスは太るんで、食べなきゃ食べないでね、いいよって感じ。これが結構美味しいの。もう。もうが結構私はお気に入りです。んで、これの場合は、バーコードをね、取るのに楽なんだよ。だからもう気に入ってるんで、もしこれアイスでも OK だったら、ちょっと詳細をね、見てないのまだ。インゼリーでいつもこれを押して、いつもだったら森永の、この詰め合わせを当たっ、ゲットしてるんだけど、もう最近は当たらなくてもいいから、てっぺん狙え、みたいな感じで、5000円っていうやつをちょっと狙っております。あとちょっと混ぜ混ぜで申し訳ないんですけど、コカ・コーラの方の、はい。検証。これはベルクって書いてあるんで、ベルク以外に、ベルク係って書いてある、ベルク以外にどこやってるのか、問い合わせたいねって思ってるんで、ここに。これベルク以外どこのスーパーこれやってますかって。でベルクは意外と値段が安いスーパーなので、コーラとかも安く買えて、いいですね。私、コーラ強いので、コーラの強い私からすると、これは、ちょっと、当てないればならぬって感じで。あと、こちらのね、冷凍食品キャンペーン。これ、1枚だけ出してみて、あとは、こちら14枚で、スリム冷凍庫。今まで興味なかったんですけど、私は今、冷凍弁当レビューとかいうのやってるでしょ?うん。本当に夏休みって大変なんだよ。子供がご飯で。って感じで。毎回毎回、食事に連れてくにしてもさ、大変なんだよ。ため息。で、うちはご飯とか作り置きとかもしてるんだけど、なんか自分でさ、出して食べないのよ。そこがちょっとね、って感じ。
もうでも、あとこれ、この検証は、で、たまたまもう寝ようかなと思ったんだけど、今日は朝練が7時半とか言ってたから、ちょっと私は起きてて、7時半までに行くのを、小づかなきゃなって思って、今、無理して起きてる感じでございます。うちのご飯、野菜のご飯、これいいんですけど、これをね、1個買え、2個買え、だから1個で野菜買え、まず、この倍率めんどくさいでしょ。1000円当てるのにこんな倍率でさ、挑んだってさ、もうようわからんぜ。これ、夏休みの昼に、ごっつうまい、たこ焼きとかさ、お好み焼きとかさ、なんか嫌じゃん。なんかこれはちょっと嫌かな。冷凍？でもこれのテーブルマークの違う冷凍でもいいのかな。テーブルマーク冷凍食品を一品含む500円、だならちょっとやってもいいかな。一品を含む500円、これ東急ストアです。うちのご飯です。行くか、東急やるか。であとオール森永です。オール森永で買うのはあれで大丈夫なのか、わかんねえ。美味しいピザにはクラフトビールキャンペーン、ピザ&ビール満喫。なんだこれ。まあ、応募のハードルがよくわかんないけど、さっき持ってきたやつ。なんか東急の方が高くない？ 2700。あ、静岡県産のうなぎだ。だから鹿児島のうなぎなんかよりも高いのよ。静岡県産うなぎなのが。ちょっと値段が高くないですか、東急で。デパートもっと高いからね。でもデパートの、龍の富士の日に行ってみて、見て、見て。すごい冷凍のうなぎを、まあ、値引きなんかしないで売るっていう感じ。あの、土曜の牛の日ってさ、まあ、これが終わったとしても、また次の土曜の牛の日来るからさ。うん。で、私は最近、ハーゲンダッツが美味しいなと思って。何これ。上質なうなぎを使ったお惣菜。そうですか。東急を当てよう。ここにキャンペーンがありますね。ちなみに東急は V マークのキャンペーン、1000円で応募するキャンペーンと、ここはこちらは何ですの？こちらは何ですの？高い安い。買いやすい。この辺じゃ分かんない。高い安い、どうです？まあ、もう俺森永しかいいのがなかった。選手のグッズ、これは日清が400円で1000円。多分これ系はヤオコでもやりそう。まだ私これ応募してない。ヤマパン食べてない。ホームランバー、これメイトーのバニラカップ、これは明治じゃない？寝ぼけてるからちょっと。あ、ちなみに私が最高に美味しいって言ってたのは板チョコアイス、はい、クレープアイスか板チョコアイス。あー、両方食べてみてえな。なんかな、最近ホ
本当になんかな、こうハマっちゃってんのよ私。クペルクね、ブログに載せようかなと思って1枚ずつ、はい、これはあれかな、恵比寿にあるお店かな、はい、バイエリア、ダイエーの UCC。 ダイエーは本気で行こうとするとうちの近くに24時間があるので結構ねいいですよ。UCC コーヒーで500円で、ミキオが当たる。あー、いいかも。ちょっとあとはなんか伊藤飯とこれと、あ、カレーのねハウスのやつはこれなんですよ、これ。一品を含む1000円だとカタログギフトってやつ。こっちでいいんだけどね。うん、ハウスのやつ。一品を含む500円で、イオン。あー、あとこっちまたやりたいです。これウェブです。ウェブ、まあここの辺ね、わさびとかな、安いと思うんで、わさびと、あとこのシリーズね、さっき言っといたカレーのあのシリーズ、あれ、残っちゃったペーストみたいなやつ、あれだけだと意外とお安いのでですね、うん、なんかついで買いで500円刻みで買うと、商品券が当たるっていう。あ、これちょっとダイエー面白いね、ダイエーね。あとダイエーはやわもちアイスがあってのアイスのキャンペーンっていうのもあるんで、まあちょっとそれも面白いかなと。で、焼きそばのやつはちょっと私焼きそば勝負するためにオーブハガキを、持ってきた。これまた、うん、うん、これとこれと、アルプスとかはね全然行けてないんですよ。八王子にも行きたいんだけど、八王子で何をしたいか、焼き鳥が食べたい、うん、まあ、いい感じにちょっと、目がぐるぐるしてきたんで、もうちょっと元気な時にね、ハウスザカリーカレーも作っときますか。私はちょっとあのそうね、カレーじゃなくてシチューを、鶏肉を買ってしまったので、鶏肉であのカレーっていうのもちょっとなっと思うので、シチューを作りたいと思います。まあまあね、あの手抜きというか、一食は冷凍食品、冷凍の弁当を食べてるけど、ちゃんとご飯としてちゃんとなんか用意してるものもあるんだよと。全部が全部じゃなくて一食だけ置き換えだよみたいな感じです。ちびすけ的には、昼学校で食べてる浜弁よりも美味しいって言ってます。まあ、便なんとかならないかね。ということでですね、検証の、あの最近すごい当たって私は嬉しかったのは、森永のぬわい。え、なんでぬわいの
森永の、あれ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 森永の、なんでないの犯罪が。あれあれこれジャンボスマイルのところに中入れてたと思ったんだけど、ちょっと今ないない どこ行った。はい、ちょっとどこ行ったか分かりませんが、後で探します。検証は応募しないと当たりません。皆さんはどの検証やってますかね。よかったら教えてください。私もちょっと頑張りますね。やる気なしなしキーとかありながらもちょっとタラミの検証やったりとかさ、ゆるーくやってます。ということで、何かまた当たったらご報告。あ、キョロちゃんのやつが出てきました。ここ、はい、いっちゃってーす。